閉まる初夏地獄の軍団ハロー YouTube 仮面ライダー V3 が好きです。今日のテーマはですね、いきなりですがピンポケになりましたね。今日のテーマは長距離トラック輸送とは何ぞやと、まあ前にも挙げたんですけどね、また似たり寄ったりのものをやっていこうかなと思っております。まあ似たり寄ったりとは言わんか。はい、じゃあやっていきます。そもそもね、これは私の見解であって全てではありません。正解でもなしに不正解でもないと思います。まあ長距離の仕事ってこんなもんだなと思っていただければよろしいかなと思っております。ではやっていきます。でこれはまあ全て私の見解なのでね、私の見解なので、まあそれを前置きにしていきます。で私が思う長距離の仕事って、まあ、長距離運送とは、まあ、そもそも、何キロ以上が長距離なのか、という定義はね、まあ、ないですわ。まあ、ないですわ。でもね、私が思う、まあ、長距離の仕事は、まあ、そうですね、走行距離が1000キロ。1000キロぐらいが、まあ長距離かなと。1000キロ以上かな。1000キロ以上走るのが長距離の仕事かなと思います。だったら999キロはどうなのというなんか変な質問が来そうですけど、まあそれも長距離ですよ。はい。で、まあそうですね、日にちを言うんであれば3日工程であれば、まあ、長距離かなと。で、1泊2日工程か。まあまあ、まあ、長距離とは言わんかなと思います。でね、まあ、長距離の仕事って、まあ、簡単に説明しますと、まあ、月曜日から始まることにしましょうか。月曜日まず会社へ行きますよね。会社に行って天候、もろもろあると思うんですが。で、それから、まあ、明日は大阪だと。大阪市に行ってくれと。はい、わかりましたと。で、まあ自分のトラックに乗ってですね。まあ、市内にしましょうかね。まあ市内で積んだとしましょうか。ね、市内で積んだ。で、初が、山口県にしましょうか。山口県。ね、山口県の、とある町を出発。で、どうしましょうか。昼1時スタートしましょうか。会社を昼1時にスタートしましたと。山口県をスタートしましたと。でゴンゴン430も守りながら行きます。430も、430をね守りながらで、まあ4時間走りました。おそらくね、4時間で、例えばですよ、例えば4時間で、東広島にたどり着きました。4時間で30分休憩します。で、1時に出発したので5時ですね、夕方の5時に東広島で30分休憩しました。で、5時半に出ました。5時半、東広島を出発と。で、また、4時間走るわけですよ。ね。
4時間以内で30分休憩しないといけないので、まあ4時間走ったとします。そうしたらですね、そうですね、兵庫県の赤穂市で4時間になりました。で、なので6、7、8、9 9時半に兵庫県の赤穂市、そこで30分休憩します。で、22時に出発します。で、姫路バイパスから第二神明、神戸線とで阪神高速神戸線と、で今度阪神高速乗ります。で、大阪の淀川区に行きます。そうだな、そっから2時間半ぐらいで着くかな、2時間で着くかな、まあいいか。10時に出ましたよね。で、午前0時半着と。ね、午前0時半で着きましたと。それで、翌朝、まあ、8時半。まあ、8時間空けばいいですからね。まあ、8時半まで寝ましたと。で、おろしが。で、それからもろもろ準備をして、9時にマイナス完了と。ね。9時にマイナス完了と。で、今度は、姫路で積んで帰ってくれと。ね、姫路で積んで帰ってくれと。そしたら、9時ですね。9時に大阪の淀川を出たと。で、姫路に、まあ、2時間もかからんけど、まあ、2時間かかったとしましょうか。11時に着きましたと。で、荷物を積みました。で、12時に姫路を出ましたと。それで、そうですね、12時に姫路を出て、どこまで帰ろうかな。例えばですよ、福山まで帰りました。3時間ぐらいかな。3時間。4時間はかからないと思うな。まあいいか。まあ、4時間にしとこっか。12時に出て4時間でしょ。夕方の4時に福山。だいぶ早いけどね。だいぶ早いね。まあいいか。福山まで帰って、そっから、8時間寝ます。8時間寝ます。まあ、ご飯も食べて、まあ、泊まってる時間が8時間あればいいですからね。で、まあ、もろもろ、ご飯を食べたり、風呂に入ったりと。で、午前0時に出ます。午前0時に出ます。で、午前0時に出て、また4時間走ります。そしたら、そうだな、4時間で、岩国。
岩国まで帰りました。でそれで午前4時ですよね。これで午前4時と、これで430を通ると、で4時半ですよね。4時半、あそうです、姫路から、姫路ですんで、どっからどこまで帰るかやってませんでしたね。防府にしましょうかね、防府にしましょう。防府まで荷物を持って帰ると。で福山から、福山から4時間で岩国で430で、岩国が4時だったので4時半に出ます。4時半に出て、それから1時間半で防府と、で防府に午前6時に着きましたと。それからまあ、2時間ばっかり仮眠をして、8時から荷下ろしと、荷下ろし完了。これがまあ3日工程のまあ大雑把な3日工程のスケジュールというかね、だいたいこんな感じで一航海を終わりますというところです。ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、まあメモって、いろいろまあメモって紙に書きながらやったら分かりやすいかなと思いますけれども、はい。だいたい長距離の仕事ってこんな感じなんですよね。で今そうだな、なかなかね、8時間中、まあ、車が8時間そこに止まっていればね、まあそれは休息とみなされるんですよ。まあその8時間の中で、8時間車が止まっている中で、まあ、ご飯を食べたりね、お風呂に入ったりするんですけれどもね、まあ、風呂場があれば、はするんですけれどもね、まあだいたいそんな感じです。まあそうこうすると、まあ睡眠時間は6時間ぐらいかもしれませんけれども、まあね、ご飯を食べる時間が長ければ長いほど寝る時間は少なくなってくるという感じです。はい。で最近の長距離のね、ドライバーと話することがちょっと少ないんでね、うちの営業所は長距離やってるもんが今いないのでね、なのでなかなか長距離の話を聞くことはできませんけれども、まあまあその中でも高速道路とかをね、上手に使ってその8時間とか取れるようにしているんじゃないのかなとは思いますけれどもね、はい。そんなとこです。まあ、今、言ったことがね、大体、一航海、一工程の、まあ、スケジュールじゃないけど、まあ、一航海、一航海の仕事の内容ということです。まあ、なかなか理想と現実は違いますけれどもね、今でもね、なかなか430を守れないという会社はね、あると思います。はい。やっぱね、守ってる会社の方が少ないかもしれませんね。まだまだ。まだまだ運送業界はね、ブラックですよ、その点。寝る間がなかったりね、眠いと。寝る間がなかったりね、なかなか、4時間走って30分というのは、なかなか難しいと思います。ほんとね、夜の高速道路なんかね、ほんと、なかなか止められないらしいです。で、また今、ETC が、まあほとんどのトラックついてると思うんですよ。私のこのトラックもですね、高速道路なんか走らないのに ETC ついてますからね。これ別に ETC いらんやろと思うんですけど、はい。まあ、ついてます。はい、カードも刺さってます。
カード抜くと、なんか喋るんかな。カードが入っていませんみたいな感じで5分単位で喋るんかな。それはかもしれないかなわんけど。ちょっとね、私 ETC をね、使ったことがね、まあ前のね、前のクソブラックの会社では、2、3回使ったことあるんですけどね。本当自分の自家用車も ETC ないんでね、ちょっと ETC がよく、いまいちよく分かれませんけれども。はい。とは言ってもなかなかね、運送業界は、運賃もそんなに上がってないはずだろうし、なかなか厳しいもんがあると思います。はい。まあ、厳しいじゃね、なかなかいかんのですけれども。まあ、今日はね、一通りというか、長距離の仕事の内容はこんなもんだということです。あとね、荷物の積む時間もね、パレットもんだったらね、ほんと、積むのは早いですよ。15分とかね、20分でね、パパパッと積んでしまいますわ。でもね、バラ積みの場合はね、やっぱり1時間以上はかかりますね。はい。特にね、小さいね、こんなね、小さいケースもね、天井もいっぱいなんか積んだらね、2時間はね、やられると思います。はい。やっぱ、バラ積みがあればあるほど、疲れますからね。疲れます。で、パレットもやったらね、もうね、ふんふんふんって、そんな感じですけども。ほんと、しょっちゅう、バラ積みがあったら、なかなか、きついと思います。はい。まあ、そんな中で、皆さんね、トラック YouTuber の方はね、なんか、楽しそうにやってますけど、まあその裏では荷物をね汗びっしゃになって積み込んだり汗びっしゃになってね降ろしたりしております。はい、本当いいところばっかりではありませんので、現実はやっぱりねまだまだきついトラック業界だと思います。それではこの動画は以上になります。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。